徳山二郎、徳山二郎、1919年12月4日から2000年10月14日は、日本の実業家、経済評論家、野村総合研究所取締役副社長。福岡市に生まれる。福岡県中学周遊館、旧制第七高等学校を経て、1944年、東京帝国大学経済学部を卒業する。戦後、 一時福岡県庁に勤務するが、1952年、発足後まもない自衛隊に入隊し、幕僚として戦後の日米関係の構築に寄与。防衛庁在職中の1959年、コロンビア大学、プリンストン大学の両大学院を修了して、退官する。1960年5月、日本貿易振興会ニューヨークのトレードセンター副所長となり、 日本製品の米国市場への売り込みに貢献する。1966年1月、野村総合研究所に入社。1967年1月、同ニューヨーク事務所を開設して、初代所長となり、その後、常務取締役、専務取締役を経て、1979年12月、取締役副社長に就任する。1980年12月、 これからの日本には国際的に活躍できる人材の育成が必要と考え、野村マネジメントスクールを創設し、専務理事、学長となる。この頃、中曽根総理のブレーンとなり政策提言を行っている。1986年10月、野村証券顧問に就任。1987年には、久米博士吉永さゆりらと共に、 第16回ベストドレッサー賞を受賞している。2000年10月14日、ロサンゼルスにて死去。ありがとうございます。